はい、これはまあ白内障手術とかいろんな手術の時にやるトポグラフィーというものです。これ角膜黒目の状態を山の等高線高い低いっていうのを示しているようなんで、こんな感じの明るい色、これ高くなってるんですね。ここは高くなってて、で緑とか青とかになってくると、まあ、ここにグレード書いてありますけど、こう青くなってくると、まあ、低くなってきているっていうことなので、ここを中心としてこう高くなっているイメージなんですね。だから ここのラインが強く高くなっている、まあ、これは乱視とかを見るものです。で乱視も何度とかっていう言い方するんですけれども、その度数を見る目的があるんですけど、あとは不正乱視って言って、角膜が異常に歪んでいると綺麗な乱視ではないんですね。なのでそうすると、例えば手術の時に、乱視の矯正の眼内レンズを入れることはありますけど、それが入れられないとか、でこの人は手術後、手術はうまくいってるんだけども、なんかちょっと見づらいっていう場合は、このトポグラフィーがぐちゃぐちゃになってたりとか、もともと悪いっていう方がいるので、それを見るっていう目的があります。でその下にこう数字が書いてあって、でその度数が具体的に書いてある感じですね。まあ細かく見ていく必要はないんですけれども、まあ大体こうこの人って普通じゃないなとか、バーッと見ているとこうぐちゃぐちゃ、こういう方の場合は普通ですけども、ぐちゃぐちゃになってるかっていうのをチェックしていただくのに有効です。でもう一つで、ここが角膜内皮細胞っていうのを見ているもんですね。こうやって六角形、角膜の一番内側の内皮細胞っていうのがあるんですけど、これの数を見てます。